ファビアン・ガルティエは、フランス、カオール出身の元ラグビー選手。ポジションは、スクラムハーフ。1メートル80センチメートル、80キログラム。初セレクションの日から2003年のまで、フランス代表のキャプテン。現在、フランス一部リーグ、トップ14の、スタッド・フランセ・パリの監督。南西部の町、コロミエでトレーニングを受け。 US コロミエでのタイトルは1999年のハイネケンカップ準優勝と2000年のトップ14準優勝のみ。US コロミエとスタッドフランセ・パリが戦った校舎では膝の負傷のため観客席から涙ながらに観戦。2001年、スタッドフランセ・パリに移籍。2003年、ガルティエにとってクラブにおける最後の試合でフランスのチャンピオンに輝く。 ラグビーフランス代表におけるキャリアは、ラグビーワールドカップ1991には出場したが、ラグビーワールドカップ1995では代表を外れた。しかし、ガイア・コスベリーの負傷により召集され、準決勝で南アフリカに敗れた。1999年に再び、ワールドカップ開催中に召集され、準々決勝に出場。 準決勝でオールブラックスを破って決勝に進出。オーストラリアに敗北。1999年に代表監督がベルナール・ラボルドに代わり、2002年、ガルティエはキャプテンとしてシックス・ネーションズでグランドスラムを達成。イヤーブが選ぶ、この年の最優秀選手となる。イングランドに敗れたラグビーワールドカップ2003準決勝を最後に現役を引退。 フランスのラグビー専門誌ミディオランピックのオスカーに2001年、2003年と2回、選ばれた。引退後、短期間アバススポーツで働いた後、2004年に、スタッドフランセパリの監督に就任。同年、トップ14準優勝と、ハイネケンカップ準優勝を飾る。クラブフランス代表クラブ、ありがとうございます。